こういうとった本っていうのは、まあ、ある意味助っ人っていうか、なんか自分を助けてくれる、まあ、やっぱり 困ることも多いですし、その、うん、心が折れる時もあるし、なんかそういう時にすごくなんか頼れる存在ですね。でもなんか部下な本ってあんまりないような気がしますね、うん、だからなんか師匠であり番組というか、うん、ずっとその意見言ってくれる人みたいなことかもしれませんね。他の人の頭の中がまるっと入ってるんで、うん、その読むことでその他の人になるっていうか、うん、そうすると今までとは違った世の中の見え方になるっていうか、うん、僕だから断捨離をこの前したんですけど、もう紙の本はこう減らしていこうと、で情報として入ってくるやつはもうどんどん減らしていって、でずっと置いとかなきゃいけないこう嗜好品みたいな本だけを置いていこうと思ったんですよね。そうするとやっぱり何回も見直したい本とか読み直したい本っていうのだけが残ってって、でパッと読んで頭の中にインストールできた本はもうそのまま人にあげちゃったりとか売っちゃったりする、そういう形になったんですよね。本はまあ Amazon で全部買ってます。まあ電子書籍に全部なってたら絶対電子書籍で買うと思うんだけど、そうするとやっぱサーチとかできた方が圧倒的に便利だから、とにかくサーチしたいし、その、まあ、サーチとかできるようになった方が圧倒的に便利ですよね。